青空グルメマーケットスモーガスバーグに来ています。アート、ファッション、グルメ、ハリウッドなど様々なストーリーがあるロサンゼルスからお届けする LA ストーリー。今日のストーリーはスモーガスバーグです。先日ニューヨークからもブライアンがリポートしたスモーガスバーグ、ロサンゼルスにも去年の6月にオープンしました。ニューヨークでは冬場はクローズされますが、ロサンゼルスでは1年を通してほぼ毎週日曜日にダウンタウンで行われています。Even though we are originally from New York, this is very much an LA market. LA is better for sure. You know, New York is a great representation of New York, and LA is a great representation of LA. There's a lot more room in LA, just a little more relaxed, a lot more space. You can sort of, you know, it's a great place to spend a Sunday in LA. いろいろ見ていたらお腹が空いてきました。たくさんのお店がある中、一番長い列ができているハワイアンシュリンプのお店に並んでみました。なんと多い日では1日72キロ以上のエビが使われているそうです。So my boyfriend and I went to Hawaii over the summer in last August for my friend's wedding, and we ate all the food on the island, of course, because we both love food. And we fell in love with the garlic butter shrimp. And when we came back to LA, there's nothing like it. So we made it at home, and it was amazing. 見てください、すごい器がパイナップルです。すごいハワイアンな感じがしますよね。何が乗ってるんですかね。ご飯、フルーツ、そしてエビが乗ってます。いただきます。すごい大きいエビですね。いただきます。エビがすごいプリプリで、すごいジューシーで、エビがしょっぱくて、あとこのパイナップルが甘くて、これ一緒に食べたらすごく美味しいですね。次は去年のオープン当時から人気の絶えないパストラミサンドイッチのお店。2週間漬け汁に漬けたお肉を12時間以上かけてゆっくりスモークしているそうです。見てください、このジューシーなお肉。あー、すごい肉がこぼれ落ちそうですけど、いただきます。すごいお肉がジューシーで柔らかくてすごく美味しいです。なんとロサンゼルスのベストパストラミにも選ばれているそうです。 B 級グルメからグルメまで誰もが楽しめる多様なラインナップ。本格的な窯で焼くピザもあります。そしてロサンゼルスらしいのはいろんな種類のタコスがあること。これはペルー風のタコス、牛肉とポテトがたっぷりです。そしてもちろんビーガンやベジタリアンも充実、ビーガンのコスメもあります。 Hi! What do you guys carry? So we make vegan natural skincare products. Vegan? Yes, everything's vegan and we hand make here in LA. Is this deodorant? Yes, it's deodorant. So we have aloe vera, which is going to be cooling, and then it has enzymes from brewer's yeast. So it actually eats the bacteria that causes odor. これはいいですね。しかもちっちゃいから、あのバッグとかに入れて持ち歩きができますね。ドリンクやデザートも紹介したかったんですが、時間がなくなってしまった。